お元気ですか？谷村新司です。さあ、5月になりましたね。不思議なもので、月が変わるという、それだけで気持ちが変化していく。そんな気がしませんか？はい。その気持ちが次のエネルギーになっていくかもしれませんよ。さあ、今日も明るく元気に、ラジテレ始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは新しい日常です。新しい日常、もうこのコロナ禍の3年ほどの間で世界中で大きな変化が起こっています。これはもう皆さん実感していると思いますね。もう毎日のニュースを見ているだけで、心が縮んでいくような日々、これがずっと続いていって、みんな思ってるのはどうしたら前向きに過ごせるんだろうか。それが今回のテーマです。ひょっとすると心のどこかでかつて過ごしてきた日常を取り戻そうとしていませんか、という。そうなんですよ。あの頃に戻ろうとしてしまう、こう思ってる気持ちの持ち方っていうのがちょっとポイントかなと思います。だからあの日に戻ろうとしないという考え方を持つってどうでしょう。新鮮だと思いませんか？